いよいよ初日のトーナメントバトル最後に進んでおります。第12レースを迎えます。1号艇は坪口達也、2号艇は遠藤恵美、3号艇浜田健吾、4号艇水本優、5号艇和田拓也、6号艇峰竜樹、以上6名が対戦となります。頑張れよ。レースの動きを見せました。大外フリート、6号艇の峰、その動きに対して2号の3艇がどうならば主張の形。1号艇の坪内がインコースをがっちりと抑えました。攻撃揃う一戦ですが、今度はこの平座は呼吸をピタリと合わせて他を圧倒といきたい1号艇の坪内。さあ、その2コースから菅沼2号艇、バレンスを1点遠藤で、3号艇の浜谷健吾はセンター3コースを引っ張ってスタートに切って、4号艇の峰は4コースをスローロー越したまま横、その外側5コースを下げていったのは1号艇の末田が有利。1つ20号艇がつきます。パワー全開を誇る4号艇背中、5号艇地元兵庫和田拓也がその外に回って6コース、スロー4艇ダッシュ2艇と分かれました。3対1対2の勝ち。第12レースの時間、スタートしました。いいダッシュを見せたら赤の6号艇の背中伸ばしてくる。6号艇の懸命に踏ん張ろうと峰竜馬先に仕掛けた。バトンからは6号艇の峰、無駄が続いて4号艇の背中も超展開強くになって、内側からぐっと2号艇と1号艇バックへ入って、先頭は6号艇見事に回ってきました。峰竜馬いわゆる水槽4号艇の背中、3番から2号艇5号艇3番水槽でした。1周から2回この層は6号艇の峰、いわゆる水槽は4号艇の背中。1着6番、2着2番、3着4番、以上でございます。